にちは、ワンコイン吉川でございます。これだとなんか僕がねワンコインなんじゃないかと思われがちですけどもね。で今回はこの500円ワンコインで体験レッスンを受けることができるということで、さあ今回学びの秋、スポーツの秋に何か始めてみませんか。この秋おすすめワンコイン500円玉1枚で体験できるレッスンを僕吉川がですね視聴者の皆様に代わりまして体験してまいりました。これを見てぜひ何か始めるきっかけにしてみてください。ワンコイン吉川はですさあ続きましては六本、さあ続きましては六本松にやってまいりましたね。次の体験レッスンワンコインでできるのはですねこちらです。こちらもですね見てください、スタイルフレーバーダンスセンター、ダンス教室ですよ。ダンスもワンコインでできるんですね。うわもうバリバリやってますよダンス、すごい動きだ。こんなに激しいんですか。こんにちは、すいませんねレッスン中に。こちらはどういったダンス教室になるんですか。ヒップホップとかハウスとかジャズとかいろんなそのストリートダンスを教えているダンススタジオになります。こちらでは子供から60歳の方まで幅広い年代の方が通われているそうです。60歳の方まで、そうなんですよ。すごい。ジャズからヒップホップまでいろんなジャンルのダンスが学べます。そして先生はなんと TRF の福岡でのライブでバックダンサーを務めたという腕前のプロのダンサーなんです。このセンターの中で500円の体験コースからこのダンスやってるよっていう子いますか。お、自ら手を挙げてくれてありがとう。どのぐらいなのダンス歴は。まだ1ヶ月ぐらい。実際やってみてどうですか。楽しいです。ステップというかね、ちょっとだけでもいいけど見せてもらってもいいですか。じゃあ一つです。おお、あるんですねありがとうございます。ランニングマン、ランニングマン走る男、わかりました。それではりょうたくんのランニングマンです、お願いします。ほう、おお、おお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 お、走ってる走ってる、おお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 、追い越すね追い越すね前の人。りょうたくんは将来的にはどんな夢を持ってるの。まあダンサーがいい。どういったダンサーになりたいですか。先生みたいな、いいダンサーに。いやダンス王子目指して頑張ってね。わかりました。じゃあ僕とか初心者ですけど僕でもできそうな感じかな。全然大丈夫です。本当ですか。さあ先生、はい、着替えも終わりまして、素人の僕は何から始めたらいいですかね。簡単な振りをしたいので、はい、ダウンから膝を曲げてください。ダウン、これがもう基本となる動きってことですか。そうですね、スクワットみたいになってるんでしっかりと手を。あ、スクワットと違うんですね。違います違います。まず膝を曲げてください。はい、これ楽に。はい、楽じゃないですね。先生、意外にスパルタじゃないですか。はい、しっかり。そのまま右足から1 2 3 4 5 6 7 8。どんどん振りが増えていくと、はい、1 2足入れ替えて3 4、エグザイルみたいな感じでやってください。慣れますかね僕も。慣れます慣れます。レッスンは1時間程度でしたけども、みんな簡単にやってるように見えてすごい運動量です。ですけどもみんなと一緒に踊ることは本当に楽しいんですよ。体験レッスンの後ですね、本格的にダンスを始めたい方、ギュギュッと見たというと年会費を無料にしていただけるそうです。あらほと。さあそして僕のレッスンの成果ご覧ください。
んなにね経ってないですもんね。1時間弱ぐらいですかね。もっと次来ればもっと上手くなります。子供さんからもう年配の方まで共通して、うん、あの音楽に乗って体を動かすっていうのはすごい楽しいことだと思うので、そうですよね。それが、はい、魅力。だから実際ね親子でね、はい、レッスンされるっていう方もね、はい、います。それでは最後は上田君のランニング版でお別れです。お願いします。どうぞ。もう吉川君のダンスひどかったな。いやいやいや、僕も練習すれば素質はあるって言われましたから。それただのガチョンじゃないですか。これランニングマンです。あのカチカチでしたね本当に。ちょっと硬かったですね。体がまだね柔らかくないとね。でもあのヒップホップっていうのは若い人だけかなと思ったんですけども、60の方までがやってらっしゃるんですね。だから親子で楽しまれる方も多いということですからね。本当にワンコインでねできるっていうのがすごくいいですよね。そこでちょっと気に入ったらこれから深めれば。